はい、どうも、ケイキュウです。今日ですね、キニンコウマルク鬼、続きやっていきましょう。この山からですね。前回ちょっと入ったとこ。だいぶ強くなりました。あ、今の状態はね、格が6。で、装備は完璧です。サクサク行きましょう。このゲーム必殺多いっすよね。ああ、今も出たね。敵も結構出してくるんですよ。どっちだ？とりあえず左潰しとっか。一回降りる感じか。おらおら。なんか右も怪しいね。お、新しい術つきました。術はね、回復と飛行しか使ってないっす。天地は石を空にかざした。突然稲妻が起こり、石に直撃した。お、変身できるようになったんすかね、これ。化けるところを見られたんじゃ。申し開きはできまい。タヌキでないなら石内山のタヌキの親玉、段三郎の首を持ってくるのじゃ。それまでダイソーに抱えている。石を預かっておく？さっさと行け。調子乗んなよ、こいつ。やっぱりタヌキだったんだな。変身。石取り返したらできるようになるかな。もう一回行けって。じゃあ次は右攻めようか。いや、左攻めて、ちょ、途中右怪しかったじゃないですか。ちょっと途中の右まず行ってみようかな。ちょっと順番に潰していこう。こっちやろ。で、こっち行ってみよう。じゃあここは行ったね。これは行ったか。薬草。薬草を使っとこう。いや、こっち行ってないね。うわ、どうすかな。行くところ多すぎるな。お、正解あったか。段三郎来た。体力大丈夫やね。56、必殺112のダメージ。
行って。56しか効かんのか。忍術へ行った方がいいっすかね。さっき覚えたソヒリュ。108。こっちはいいね。オッケー。ここは術で行こう。防御高い的には術で。あー、これは回復しとこうかな。攻める。待て。悪さをしてるのは狐だ。四国には狐を入れないよう守ってきたが、この頃力をつけて入ってくるようになった。俺の首に見せかけた提灯を持っていけ。お前を見込んで頼みがある。後でここに戻ってきてくれ。ってことは、さっきの村に戻って、で、報告して、まあ、石返してもらって、で、また山行かないといけないですね。行ったり来たりやな、これ。あった。ごめんよ。ごめんじゃねえよ。疑って悪かったな。疑ってごめんなさい。おう、これは確かに。ダンザブロの首、疑ってすまなんだ。村でゆっくりしてってくだされ。これは預かっていた石です。お返しします。おかげで助かりました。調子のいいやつやな。あ、これで変身。いける。攻撃124、76。その辺変わるんすかね。一緒か。変身点別に使ってないね。特殊。あ、特殊があるね。ちょっとこの状態で戦ってみたいね。64のダメージ。攻撃かわした。え、なんかさ、ダメージ落ちた？攻撃力落ちた？ 64。 いや、落ちてますね。あの、普通の状態だと、まあ、さっきのやつとかだったら、120くらい与えとったんかな。半分くらいになってない？あ、変身ってなくなった。あ、忍術は使えない。忍術は使えなくなるんですね。噂では大陸から恐ろしい化け物が渡ってきたらしい。ちょっと早かったね。今何も押してないですよ。勝手に進みました。ちょっと情報収集しようか。まあ、とりあえず止まろう。これちょっと効果分かんなかったんですが、これ使ったら減ったよね。ちょっともう一回使ってみます。あ、やっぱ減るね。どっちも10か。大陸から来た老人が近くの村に住んでるらしいが。
毒の治療、呪いを解く、清めの塩を買う。これ敵出なくなるんすかね。ちょっと使ってみたいね。重量ね。よし、安いな。ちょっと買っとこう。南に行けば杖村よ。まあ、攻略本とか説明書とかね、見てないっす。ちょっと道具の効果とかわかんないですよね。手探りでやってます。夜中に子供の足音がする。ほら、座敷わらし、このうちは住みよい。あんたもお参りかい。薬草はいらないっすかね。ちょ、雲の糸使ってみたいね。素早さ下げたり、まあ敵止めたりとかね、そんな感じじゃないかなと思うんですが。とりあえず南。お、このタヌキはちょっと強くなったかな。76、攻撃をかわした。術にかかった。大丈夫か。ありましたね。ちょっともうちょっと戦ってみよう。攻撃をかわした。攻撃力は落ちてるけど防御性能は上がってるとか、そんな感じかなこれで。忍術は使えないね。使えないですね。え、これむちゃくちゃ強くない？で、この状態でどんだけ戦っても OK っぽい。え、これむちゃくちゃ強いな。まず敵の攻撃受けないですからね。かわした。全然当たらんやん。無敵の力を手に入れました。お城なら南にあるよ。オッケー。と、次は蜘蛛の糸使ってみよう。武器防具売ってますかね。なんか全然ないよね。最初のさ、隠れ座とか、あっこにしか今のとこなかったっすね。とりあえず南に行きますか。で、清めの塩使ってみよう。道具。邪悪な気配が消えた。全く出てこない感じか。あ、これいいね。エンカウントなしやね。歩数決まってるやつかな。ブレスオブファイアの煙玉みたいな感じで。次は蜘蛛の糸。術にかかった。動けない。
あ、これいいね。あ、むっちゃくちゃ強いやん。蜘蛛の糸20両やったっけ？安いしね。あとはボスに効くかどうかやね。久しぶりに来ました、よろずや。銀の刀どうすかな。まあ、まずは武器か。600。あとは石綿ごろも550か。1200。900。いや、高えな。全然足りないっすね。まあ、とりあえず武器かな。まあ、また動画外で整えておきます。まあ、どれくらい変わるかっすよね。今、鉄の刀装備してて、攻撃は124。124やったね。はい、装備。176か。52アップ。でかいな。全然違うな、これ。ってことは、防具も大事やね。まあ、動画外で、金貯めてやっときます。まあ、また当分なさそうっすからね。港町がある。ああ、普通に入って大丈夫なんですね。お殿様は長い間伏せていらっしゃる。誰もいない。船に乗るには手形がいる。水には気をつけなされ。カッパがおるでの。はい、ということで今回ここまでですかね。まあ、次はこの城の中かな、行きたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。